南部戦神明古賀博隆これは茨城県に住む方から送られてきた映像である。この何気ない彼女とのひとときに信じられないものが映り込んでいる。もう一度見ていただきたい。速すぎたよ今。結構よく見えますよ。茨城県を走るこの路線は飛び込み自殺が多いことでも知られているのだ。ああなんだ今の。スローでもう一度。お分かりになったであろう。ちょっと寒気しますね。うつむいた少女らしきものが窓の向こうに立っているのだ。しかもその姿はおぼろげに景色が透けているのが確認できる。果たしてこれは。うわどうですか。怖いね。これ本物です。これは今怖かったな、うん。いかがですか。うん、あの最初ホームに立ってんのかなと思ったんだけど透けてんのが。そうなんですよね。後ろの景色が透けてるから、うん、後ろが見えちゃってんのがね、リアルですな。面白いですよ。ちょっと今のポイント高かったですね。女の子好きでなんだかんだ言って、ね、キャーとか言いながら好きなんですね。本物見るのはやっぱ嫌だけどね。そりゃそう。俺ダメだあんまり。ダメですか。やっぱ外さないシリーズなんだねこれは。なかったらまたイールとかあるんで、次のジャンルが見て、はい、他のジャンル分かりました。そして今週の第1